皆さん、こんにちは、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。今回はこちらの、2015年6月30日から発売が開始されました Kindle Paperwhite の、第7世代、こちらを紹介したいと思います。はい、まずスペック上の変更点です。まあ、画質が前回モデルに比べて大幅にアップしております。それから重量はわずかながら 1g 軽くなっております。変更点はそれぐらいでしょうかね。ということで、まず早速箱から見ていきましょう。まず、箱の表側はこんな感じです。まず Kindle Paperwhite と書かれていて、それから、Kindle Paperwhite の絵、それから、左下に Amazon のロゴが書かれております。そして、まあ、この3つは、光沢処理が施されています。で、横はこんな感じで、同じく光沢処理の施された、まあ、Kindle Paperwhite の、まあ、文字が書かれております。で、反対側も同じ感じですね。はい。であと上の方にも黒いですけど、はい、Kindle Paperwhite と書かれています。これも反射しますね。はい。そして後ろはこんな感じです。まあ、説明が書かれています。それから、まあ、何ですかね、その特徴ですか。で、まあ、まあ、Wi-Fi の今回買ったのが、こちらの第7世代の、Wi-Fi のみのモデルで、キャンペーン情報付きのやつですね。はい。で、まあ、こんな感じです。下にはこの本体の情報が書かれています。それでは、まあ、このなんかね、ネクサス7に似てますね、この感じ。この箱のこの感じ、まあ、ネクサス7ほどなんて言うんですか、こう出しづらくはないですけど。それではこれを一回外して、はい、Amazon とこんな感じで書かれて、これ中は青色なんですね。はい、ではこれは置いといて、ではこちら、まあ、箱はそんなにね、いうことはないですよね。まあ、金のペーパーホワイトって黒字の、まあ、光沢処理が施された字で書かれています。まあ、こんな感じです。はい、それではここからピリピリっと開けていきましょう。よいしょ。あ、シールだこれ完全に。で、結構スムーズにいくね、これ。はい、ここからの、ここから、いきますよ。じゃん。はい、いつもおなじみのこの Kindle の感じですね。これフィルムが貼ってるんじゃなくて、こう E インクですか、 E インクでこう映し出されているっていう。でこれで電気使ってないですよね。すごいですよね、これ。で、こちら側にはあの木の下で本を読んでるこのね、ちょっとイケてる感じのボーイが書かれております。なんかでかくない？うんうん。まあそんな感じですね。はい。で、こちらが、まあ本体ですね。本体一回取り出しといて、置いといて。で、まあ、こちらが、どっちでしょうね。こっちがね、あ、日本語あった。まあ、説明ですね。説明書ですか？説明書ですね。で、はい、こんな感じです。特に説明は書かれてますよね。電源ボタンここにありますよと、あと、充電はここに挿すんですよと。はい、そんな感じですね。はい。で、それから、こっちが何でしょう。利用規約とか製品に関する重要なお知らせ、まあ利用規約、それから保証書ですか。はい、まあそんな感じですね。保証についても書かれています。はい。で、下には、この、まあ、マイクロ USB ケーブルですね。はい。充電用です。普通の Android のスマートフォンとかタブレットとかとは変わりませんね。箱の中身は以上です。はい。それでは本体の方を開けていきたいところですが、はい。画面にね、傷をつけたくないので、今回、こちらの方、フィルムを買ってきましたので、こちらを貼りたいと思います。